じゃきついのかなあ。あれ編成したら、あれするか、編成したらというか第二段階形態になったらドラゴンに編成するか。あ、でもドラゴン変身できないか。ないもんな、メーターが。あ、こうなるとね、パターン変わるから、ちょっと難しくなるんですよ。うわ、むずいな、これ。こうやってやらないかんでね。あー、あかん、むずいわこれね。根気いりますね、これ。第二段階になったらまたセーブするか。その方がいいな。地面のボスにしたら強いね、これ。いつパターン変わるか分かる。あ、パターン変わった。ここでセーブしようか。はい。はい。あ、すいません、これでもだ。あ、あんまり近づくと当たんな。あかん。むずいわ、ロード。あかん。ちょっとこれセーブする場所が悪かったかな。ギリギリやもんな、これ避けるの。いや、パターンあるけどね、結構むずいですね。一面のボスにしてはね、強いぞ、これ。当たってない。あー、しまった。あ、倒した。これで一応一面クリアになりますね。倒した。はい。あ、まだか。倒したんじゃないのか、今のは。硬いな、こいつ。お、倒した。お、ギリギリやった。あ、もう切れた、今。はい。ですね、ボスまで来ましたからね。ちょっと早いのかな、変身するのが。これでも、この間にちょっとね、隙があるっていうか、どうしてもね。あ、倒した。あ、よかった。ギリギリですね。まあ、ありの箇条もね、こうやって倒してたんで、うん。
かん。ちょっと、これじゃあな、まだあかんな。あれだけじゃな。満タンやったらあれで一気に倒せたんですよ。あれの価値をそれで倒せたんで。ドラゴンゲージがね、満タンだったらよかったんですけどね。意味ないんですよ、これじゃあ。ああ、もったいないな。今のもったいなかったな。チャンスがね。あかん。ちょっとしか与えられんかった。磁石ですね、これね。磁石の敵って感じですね。おお、倒せた。おお、倒せた。はい。これ心臓部にね、リッキーに攻撃したら倒せるんですよ。もう一番弱いぐらいのボスですからね、今までのボスでは。はい、クリアしました。いやー、クイックセーブするか。この第一形態を倒したらクイックセーブしましょう。ここでクイックセーブしようか。はい。はい、ロード。よし、今のところノーダメージです。もう避けることにちょっと集中しましょう。あー、腐っとくらった。よし、ここでセーブするぞ。一発しか食らってないですから。はい。おりゃー、よし、倒した。ドラゴンファイターもクリアです。いやー、やっぱりね、第二形態なるべくダメージを受けずにやりすぎると3段階目割とね、強引に行ってもクリアできる感じでしたね。いや、よかった。いや、2作品クリアできました、今日ね。バイオ戦士ダンとドラゴンファイターね。これなんか、セントセイヤのドラゴンシリオンに似てますよね。はい。いやー、こんな短時間でこんだけね、クリアできるとはって感じですね。
いや、まさかでもこのゲームクリアまでやることになるとは思わなかったですけどね。これは隠れた名作ですね、ほんとね。東和チキ、夏目。外国版はね、ソフエルというね、メーカーが一応発売になってますね。はい。これなんか、AAAABBBBABABAB ってやれば、スタートってやれば、難易度難しいで確かプレイできるとかいう裏技がなかったっけ？違うか。ちょっとコマンド間違えたかもしれませんね。はい。まあいいや、とりあえずね、はい。クリアしましたんで、このゲーム終わります。はい。これラスボスですね。さあ、倒せるか。ちょっとヒットポイントが少ないなぁ。しかも回復なしなんですね。あー、しまった。あー、ここでクイックセーブするのはちょっと勇気いるな。まず手を破壊するんですね。あー、食らってた今の。まあ、パターンもありますね、でも。この時はね、うん。まあ、パターンありますね、でも一応ね。まあ、これ第一形態なんで。まず手を破壊してから、第二形態ですね、これ。これ第二形態なんですけども。あー、あかん。わ、ギリギリやな。よし、第2形態ですね。あかん。これね、手が邪魔してるときはね、当てられないんですよね。難しいな、これ。上抜いた方がいいのかな。うわ、むずっ。いや、これは難しいな。やっぱ最終面ですね、さすがね。やっぱむずいですわ。決してね、これね、簡単とは言えないです。くそ、食らってもうた。よし、第二形態ですね。上に行ってみようか。上にいる方がいいのかもしれん。下にいる、あー、くそ。
あ、くそ、これ飛んだ。青い束よけるのがむずいな。お、どうした。やっとクリアできた。あ、まだあった。まだあんの。 3段階目があったか。あ、しまった。第3段階があったか。これね、下がらないとこれあれやんな。あー、くそ。一回この状態であれしようか。クイックセーブするか。この第一形態を倒したらクイックセーブしましょう。ここでクイックセーブしようか。はい。あー、そう、食らっとるかな。もう、あー、食らってんな。さあ、これですね、問題は。あー、負けた。食らっちゃいけないな、これ。あかんね、食らってまうな、どうしても。あかんな、食らうな、どうしても。あかん、ダメだ。難しいわ、これ。この時クイックセーブしよう。避けにくい時あるんですよね、青いボールね。避けやすい時と避けにくい時あるからね。わあ、硬いな。きついな。あかん。あ、余計にこいな、あれ。あ、あかん。全然ダメや、これ。
残ってないやん、ヒットポイントが。あー、むずいなー。あー、くそ。あー、くそ。これね、あかんね、近すぎるとね、どうしてもダメですよね、これね。あ、しまった。硬いな、もうちょっと。あー、くそ！むずいなー、おい。いやー、アリの課長、もっと簡単に倒せた気がするけど。思ったよりむずいやんけ、おい。あー、くそだった。アリの課長、確かね、ここまで手こずってなかったですよ。あんな、さっきよりダメやん、これ。あかん、これでもだ。あかん、食らっとるからね、俺。あかん。あかん。ダメやな、これ。ロード。これね、この第二形態をね、ノーダメージでクリアしたらね、クリアっていうか倒せたら、クイックセーブした方がいいですね。あー、クソ、食らっとるからな、これ。ノーダメージは無理かな。あかん。あーか、くそ。あんなん食らってたらあかんで。あー、くそ。全然ダメや、今回。2しかないやん。これね、後ろから回り込むときに、うまいことこう避ける練習しないかんな、これ。あかん、ダメや、全然や。むずいな、これ。あかん。あかんな、全然食らってるな。これ絶対近づかない方がいいですね。この離れたところからこううまくね、冷静に避けながらね、打つことよりもね、避けることに専念した方がいいですね、これ。
あー、くそ。なんか知らんけど食らうな、これ。シンプルな攻撃なのにな。あー、くそ。ゴリ押しはできないようになってんですね、これ。あかん。むずいなぁ。あかん、くそ。これまずノーダメージ目指さないかんな、第二形態な。ノーダメージでいけたらいけそうな気がするんですよね、これ。半分残したけど。あー、クソ、食らってもうた。これな、近いとな、どうしてもな、当てづらいんですよね。あかん。また近ければ近いほどね、避けにくいしね、これ。あかん、食らおう。まだか。おお、多くなった。うわぁ、第4形態あんの？これコンテによってやったらどっからなるん、これ。最初からでしょ、これ。やっぱそうですね。そりゃそうか。これは厳しいなぁ。思ったよりむずいな、これ。こんな手こずると思わなかったで、有野課長結構簡単に倒したけどな。俺第二形態、ノーダメージじゃないと無理です。第二形態どころかね、第一形態もノーダメージじゃないと無理な気がするな、これ。第一形態と第二形態ノーダメージじゃないと無理です、これ。あなあ、今回全然ダメや。下から回りゃいいんや、よく考えたら。わざわざ上から回る必要ないやん、よく考えたら。ああ、そうか。体も当たったらあかんねや。あ、くそ。結構硬いねんな、第二形態も。あ、くそ、そこで食らったらあかんやろ、おい。
あかん、やばいな、これ。やばいな。これ、後ろ狙えたらいいのにな。後ろ狙えないもんな。あかん。これ、ちょっと無理ですね。強すぎますよ、これ。これ、無理でしょう、これ。これね、満タンじゃないから無理かもしんないな。もうね、第二形態までノーダメージでいかないと無理ですね、これ。いや、最初に最終面そんな難しくないって言ったのを訂正しますわ、これ。難しすぎます。はい。疲れてきましたもん。これ全然ダメやな、このパターンは。あーか、ダメだ。やめましょう。はい。無理です。はい。これは無理だ。ちょっと無理ですね、これは。戦ってたような気がするんですよ。この上の頭の方に狙ってた気がするんですよ。上の頭に連続で狙ってて、真ん中の頭じゃなくて、上の頭をね、やたら狙ってて、簡単に倒せたイメージだったんで、で、有野課長の場合、もっとね、ダメージ受けてたんですよね。結構ゴリ押しみたいな感じで倒せたんで。上の頭狙ってた気がします。僕、この間やった時、下の頭を狙ってた感じでしたけど。硬いな、こいつ思ったより。あ、そうか。次の変身した時の上の頭を狙ってた感じでしたね。あれの課長はね。第2段階は、真ん中の頭です。下の頭ですね。狙ってた気がするんで。あ、でもやられるな、これ。思ったよりね、硬いな、これ。これ多分ね、ノーダメージの状態で戦ったら勝てる気がするんですよね。ある程度ダメ、上のは、あーでもわかんな。難しいですね、これ。はい、ロード。これね、第二形態ノーダメージでいきたいですね。そうすれば勝てる気がするんですよね。だから一回でもダメージ受けたら、これキャンセルっていうかね、やり直しにしましょう。で、フルの状態で、あ、もうダメや、はい。そうじゃないと無理だと思います、これ。一発でも食らったらダメだと思います、これ。あ、もうダメや、はい。あー、あかんなー。あかんなー、一発、ちょっともう。ちょっとまあ、一応ね、なるべくダメージ受けないことを目指して、一回一回入れ直してたもあれやから。あかんな。でも結構食らってまうな、どうしても。安全地帯みたいなのないのかな、これ。もうラスボスやからないか、安全地帯は。あ、食らうな、どうしても。で、これ上の頭をね、有野課長もね、これぐらいの体力ゲージで倒せた気がするんですよね。こうやって、ゴリ押しで。難しいわ、これ。これちょっとね、パターンを勉強しましょう。これ下だったら避けれるんやけどな。
下だったらこのね、避けやすいというか。ああ、でも食らうな。わかん、食らうな、どうしても。ノーダメージは無理ですね。いや、今日本当はファイアーエンブレムもやろうかと思ってましたけど、あれでしたね。今日やる時間ないかもしれません、ファイアーエンブレムは。いつもこれぐらいの体力になるね、3段階になった時は。あ、親帰ってきた。あー、ダメだ。ドラゴンファイター。もう一回リベンジしていきます。はい。はい、ロード。あかん。あかん、全然食らっとるな。あかん、ボロボロやな。こいつをノーダメージで倒すぐらいじゃないとダメですよね。あかん。はい、終わり。はい、ロード。今のところノーダメージです。もう避けることにちょっと集中しましょう。あー、くそっと食らっちゃう。よし、ここでセーブするぞ。一発しか食らってないですから。はい、よし、倒した。ドラゴンファイターもクリアです。いやー、やっぱりね、第2形態なるべくダメージを受けずにやりそうや。3段階目割とね、強引にいってもクリアできる感じでしたね。